シュバルツカイザー収まりましたスタートしましたまず2コーナーへ向かいますコーダッシュ6番バスラットレオン先手を取りますそして外から原ンパチミーティア2番手さらには内井シティレインボーこの間には7番のサトノブラーブ上がっていきました2コーナーを迎えます そして8番のワーズワース前から5番手、外には13番ブルーシンフォーニーで向こう上面、残り 1200m を通過しました、固まっています、外から上がっていきました、15番タイムトゥーヘブン。 向こう上面ですあとは内からは5番のビジュネルが追走して中段グループですさらには9番のドラモンドこれから3コーナーへ向かいますそして14番スパークルがつけてあと後方にかけては16番シュバルツカイザーですさらに外には13番ブルーシンフォニーで残り 800m を通過そして内には3番のアベラーレアベラーレは中段の後ろの体勢ですその,外そ,その外に4番のワザモノです第3コーナーをこれから向かいますあとは3番審査後ろから3番手10番ゴールドチャリス 遅れて12番のロンギングバース最高峰1番、トーセングウォーリア前は34コーナー中間を通過先頭は6番バスラットレオンです残り 400m を通過第4コーナーを迎えます内から接近する2番シティレインボー4コーナーカーブから直線コースに向かいましたあと外から8枠2とタイムトゥーヘブンシュバルツカイザー追い込んできますさあ先頭は完全6番バスラットレオン残り200を通過してリードを広げる3馬身4馬身5馬身2番手はどうかうちのシティレインボーか外から15番タイムトゥーヘブン2番 1> 1番手に上がった先頭は6番バスラッドレオン、ゴールイン2番手15番タイムトゥーヘブンそして2番のシティレインボー3番手です。